火山蔵はここです。バラ博物館です。1907年に設立されました。博物館に入ってみました。村の名前火山蔵はバラを蒸留する蒸留鍋のことです。300年前からバラ産業が発達しました。歴代のバラの女王です。これは蒸留釜です。ここには冷たいお水をですね入れるわけです。蒸留されたバラのエッセンスは冷やされて右側の樽の中に採集されます。樽は今でもバラの香りがしていました。摘んだバラを入れるカゴです。